はい、皆さんこんばんは、生命機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、昨日はね、ちょっとこう動画の方を編集したりするのちょっとね、今家の方がいろいろ事情あって大変なんで、不定期になるかもしれないっていうお話したんですけども、とりあえず、まあ撮るだけ撮って編集できそうだったら編集してあげてっていう形で、まあ動画撮るだけ撮って後でまた編集を考えようかなっていうことで、これね、もし見てらっしゃるね、方がいたらなんとか編集できてアップできたっていうことなんでね。で、今日の、晩酌は豚タンの、肉ニラ炒め、それとちょっとね、カキフライつけました。カキフライ別のやつと一緒に食べようと思って買ってきたんですけども、なかなか食べる機会なくて、もう日にちも結構経ってきちゃったね。今日これで食べて、ね、いきたいと思います。あとね、手短にちょっと動画編集する時間長いとね、大変なんで、ちょっとまあ今日あたりからしばらくは短めの晩酌動画にして、編集の時間も短くなるようにしてやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ではまずは朝日さんのドライゼロノンアル、こちらからよいしょやっていきたいと思います、ね。おお、なんだなんだ。ではノンアルに焼酎、中身は大五郎入ってます。ノンアルに焼酎入れてね、焼酎入れてからノンアル入れた方がいいのかな、ひょっとして。なんかそんな気もしないでもないですけどもね。じゃあ軽くかき混ぜて、こんな感じでね、またいつものシュワシュワな感じでいきたいと思います。では、今日も一日皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯。シュワシュワいただきます。あーうまいやー、さっぱりしますね。もういろいろあちこち駆けずり回っててね、もう今日もお疲れなんで癒されますわ。ではこれをちょっとまた軽くかき混ぜて一回置いときたいと思います。はい、ではまずは豚タンの肉ニラ炒め、こちら久しぶりに作りました。たまには料理しないとね、忙しい忙しいって言ってサボっててもね良くないんで、もうお肉も解凍してあったんでね、早く食べないと。で、ラー油をねちょっとこう回しかけてね、よいしょ、これでいただきたいと思います。豚タン、これもうレバニラ炒めのレシピでそのまま作ってます。ただレバーを豚に変えただけですね。豚タンに変えただけ。あ、そっか、レバニラ作るときはレバーに片栗まぶすんですけども、豚タンの場合は片栗まぶしてないですね。そのまま焼いて作ってますね。で、味付けがレバニラと一緒っていう形ですね。こんな感じで、まあで豚タンも 100g ぐらいしか入ってないんでね、そんなにお肉の量はないですけどもね。では早速ちょっとこうなじませてね、このラー油で中から野菜、ニラともやしをこうね引っ張り出して、ちょっとこうタレついてるところのっけて、よいしょ、あー映ってない、これでいただきたいと思いますね。しっかり、あ、ネギが全然乗ってないな。おネギが乗ってないですね。おネギを乗せて豚タンで、これでいってみたいと思いますね。豚タン安くて美味しいんでね、うん、私ちょくちょく食べてますけども、じゃあいただきます。うん、うん、これこれ、うん、あ、おいしい。
もう一切れいっちゃおうかな。よいしょ。ああ、映ってない。なかなかね、難しくて。ああ、ラー油がピリッとして、味が引き締まる感じでいいですね。やっぱりラー油かけると。で、豚タンの肉ニラ炒め、いただきます。うん。うん、うわ、シュワシュワですよ。シュワシュワによく合うお味だと思いますよ。うわ、富士山。ちょっとピンボケかな、富士山ね。シュワシュワでね、ビールにね合わせたら、ビール飲んだら最高なんでしょうけどもね、私ちょっとねプリン体とかそういうのもあってビールね飲まれないんでね、これでノンアルに焼酎入れたのでね、我慢してね、でも十分美味しいですよ。ではお次は野菜サラダまたいつもの野菜サラダですね。これはね、グリーンカール使って作った野菜サラダです。ではリケンさんの癖になるうま塩、これを軽くかけて、このくらいかな。で、焼肉のタレ、今日は焼肉のタレモランボンさんのジャン使ってみたいと思います。時々ね、これサラダにかけて食べてますけどもね、これがまたね、めっぽうサラダに合ってうまいんですよ。このリケンさんの癖になるうま塩、さっきのやつね、あれと組み合わせて食べてくださいね。他のドレッシングで組み合わせて食べても美味しいかどうか私ね保証できないんで、さっきのねリケンさんの癖になるうま塩とモランボンさんのジャン、この組み合わせて食べると美味しいです。ではプチトマトからいただきます。サラダチキンはプリマハムさんのサラダチキンだったかな、だったと思います。では早速野菜サラダいただきます。甘じょっぱい感じのこの焼肉のタレがよく合いますよ。ではね、ちょっとまたプチ、映ってない、プチトマトの一緒にね。シュワシュワ飲んで、おかわり作って、なんかこう駆け足な感じになっちゃいますね、やっぱり。ね、手短にしたいなと思ってやってるんで、あまりやっぱりこう短すぎてもやっぱり動画的には面白くないのかもしれないですけどもね。ではお次はまたリンゴ切ってきたんでリンゴいただきたいと思いますね。あと4分の1個あるんで、1日4分の1個ずつ食べてて、あとねもう残り4分の1個あるんでね。甘くて美味しいですよ。やっぱりリンゴはシャキシャキしてるんじゃないとね、ボソボソしてるリンゴ美味しくないんでね。焼酎の大五郎ね、中身は大五郎師匠入ってます。で今日はカナディアンクラブ手つけたのね、まだ少し残ってるんで、
今日はカナディアンクラブ持ってきました。じゃあ焼酎とちょっと割ってね、かさ増しして、よいしょ、これでいただきたいと思います。いただきます。これも美味しい。ほのかに電気ブランの味がするっていう、ほのかな電気ブラン臭っていうんですかね、電気ブランっぽい味がしてね、これ本当ね、まあ電気ブラン買えればいいんですけども、通販だとなかなか買えなくてね、送料とかもあったりして、ね割高になっちゃうんだよね、送料とかついちゃうと。カナディアンクラブも1本1000円くらいのウイスキーなんで、これも美味しいんでね、電気ブランの代わりに私カナディアンクラブ飲んでますよ。ではじゃあお次はこちら、とんかつソース、カキフライなんでこうねタルタルソースの方がいいんでしょうけど、ちょっとね用意するのめんどくさかったんで、まあタルタルソースはねうちちょっとカロリー高くなるんで使わないんですけども、いつもなんちゃってタルタルソースって卵をね、あの卵を入れないでタルタルソースっぽいのを作ってカキフライとかにつけたりするんですけども、ちょっとめんどくさかったんで今日は割愛しました。でとんかつソースでいただきたいと思います。これお惣菜のね、スーパーのお惣菜のカキフライですけど、本当はあのね、冷凍のあのグラタンとこれとで晩酌するつもりだったんですよ。なんですけどもね、なかなかね食べる機会なくて、でこっちはもう何日かもうね日にち経っちゃってて、もう早く食べないとね食べらんなくなっちゃうんで、ちょっとこう豚タンとミスマッチなんですけども、今日つけました。じゃあいただきます。カキの季節もそろそろ終わりですかね。カキもね、カキのお鍋とかもう一回ぐらい食べたいですけども、では日本酒、ジョッパリ、青森県の地酒ジョッパリ、これ弘前市のね、まあいつも紹介してますけども、まあ初めてご覧になるっていうね、うちの動画をご覧になるって方もいるかもしれませんでね、一応説明しておきますとね、弘前県じゃね、青森県弘前市の六花酒造さんっていうところで作ってる青森県の地酒ね。まあ、牡蠣に合わすんだったら牡蠣魚介なんで、フライでも日本酒で合うんじゃないかと思ってね、もうあんまり入ってないのね、あんまり入ってない、もうちょびっとしか入ってないね。では、まあ、牡蠣フライと日本酒、まあ、牡蠣だったら日本酒合うでしょう多分。じゃあいただきます。あ全然大丈夫、ちょっと脂っぽい感じが口の中に残りますけども、牡蠣とは相性いいですよ。ちょっとやっぱりあのお安い方のチョッパリなんでね、ちょっと味が軽いですけども、まあまあね、普段飲むお酒はこのぐらいの安いやつでも十分なんで、ではじゃあお次はまた豚タンの肉ニラ炒め、これをね食べてこれで締めにしたいと思います。ピントが来ましたね。豚タンはいいんですけどもね、野菜ちょっとこう味も染みるようにこうタレ絡ませてね、映ってるかな、落っこっちゃう、よいしょ、おねぎもちょっとこうしっかり、映ってるかな、ちょっとこう多いな、こんな感じで
豚タン 100g で120-130円くらいでしたっけね。豚タン安いんでね、あのレバーとかも安いですけどもね、豚タンも安くて美味しいんでおすすめのお肉ですよ。豚タンスーパー、うちの方のスーパーだと結構取り扱ってんですけどもね、皆さんのところだと結構取り扱ってないところもあるんでしょうけども、もしも売ってたらね、これ焼いて焼肉にして食べても全然美味しいんでね、おすすめですよ。ではこんな感じでね、野菜もしっかり、じゃあいただきます。結構油乗ってんですよね、あっさりめなんですけども、美味しいっすよやっぱ。では今日のね晩酌動画の方はこの辺にで締めさせていただいて、なんとかね編集して明日も頑張って動画アップできればなと思います。ではあとはまたね動画かアニメかなんか見ながら、また続きはねゆっくりやっていきたいと思いますんでね。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日動画アップしたいと思いますんでよろしくお願いします。